アラオ競馬2レース冠協賛レース切り株チェイサー杯 C6 組の競争です。この競争は都杯ガチャブ様からご協賛をいただいています。ありがとうございます。各馬朝日を浴びてのゲートインはスタンド前です。7頭立て7番のスターペス現在最後に向かって収まります。ゲートインが終わりました。係員離れます。スタートしました。ほぼ揃ったスタートを切りました。7頭内から1番のアリスわずかに好ダッシュ、外押しながら7番スターペス現在今日は積極的に前に行きました。3番手は4番恒星ランラン、その後ろ固まって6番メディカルランド外に回しました。その後に5番カノンザドラマー、2番のオーマイマミー後ろから2投目、最後方は3番ストライクラプターです。7頭固まって2コーナーをカーブ中、先頭わずかに1番のアニスです。リードは体半分ほど。その外に7番のスターペス現在2番手からの競馬になりました。3番手集団が固まってきて、内4番恒星ランラン、その外に6番メディカルランド追い上げて今単独3番手まで浮上。その後に5番カノンザドラマー5番手、ここまでが前1段です。後方2頭は2番のオーマイマミ、最後方3番ストライクラプターの展開、先頭から最後方まで7馬身ぐらいで残り600を切りました。3コーナーカーブに入ります。先頭は1番ナニスでリードは1馬身ほどになりましたが、もう一度差を詰めてくる7番のスターベス現在、3番手接近する6番メディカルランド、前3頭眼光状態、その後1馬身差、5番のカノンザドラマー4番手を追走して4コーナーカーブです。その後後方から追い上げにかかってきた2番のオーマイマミー現在5番手、先頭までは4馬身ぐらいのところで直線コースに入っていきます。先頭入れ替わって7番のスターペス現在、その外に6番メディカルランドぴったりと並んでいる。あとは3番手外から2番のオーマイマミ追い込んで、内は5番カノンザドラマ4番手、さあ外から2番のオーマイマミが一気に前を捉えるか、2番のオーマイマミが捉えてゴール。2着7番スターペス現在、3着6番メディカルランド、2番のオーマイマミが直線ゴール前で前の2頭を捉えました。鞍上吉留公式手、2番手は7番のスターペス現在、3番手は6番のメディカルランドでした。直線は7番のスターペス現在と6番のメディカルランド2頭の叩き合いとなりました。この2頭の決着かと思われたところ、ゴール前外から強襲2番のオーマイマミー、そのオーマイマミーが捉えて通算5勝目のゴールとなりました。2番手は7番のスターペス現在、3番手は6番メディカルランド、上位の3頭2番7番6番の順、最後は2番のオーマイマミーが差し切っています。荒尾競馬2レース冠協賛レース切り株チェイサー杯 C6 組の競争でした。2番のオーマイマミーが差し切り勝ちでした。この後レースの確定までもうしばらくお待ちください。以上荒尾競馬の2レースでした。